ゴン主元治むは、新末民発の教育家。字は、半孫、号は、夢踏または、生。直霊省順天府三河県出身。本願は、石膏省寧派富士経験。天心の炎症の過程に生まれる。親族に、実業家の原神圧がいる。紳士となり、管理人編集、学部次郎、奇襲小学生を歴任した。奇襲では、教育に資金を投じ。 朝廷に創造して、家居の廃止と経済特化の解説を提案した。母術の返邦が失敗した後、辞職して故郷に戻った。しかし、中国には返邦維新が必要と確信して、天津で教育事業を始めた。まず家塾である原始家塾を拡張し、長白霊を招聘した。長白霊は何度も外国の学校を視察し、今師と長白霊は、 原子家塾をもとに、南海中学、ついで南海大学を創設した。また女子教育も重視し、原子女塾を創設した。これは後に、原子女学、原子女子中学と改められ、1923年には南海女子中学となった。1903年、日本の教育を視察する。帰国後、直霊学校士に任命され、1年の任期中に、 各府県に学童を設立することと、市範学校を設立することを要求し、天津も半小学、天河市範学童、北洋市範学童、女子市範学童などを創建した。南海学校では、原販前後奨学金を設置し、州恩来も奨学金を受けて、日本に留学した。ありがとうございます。